大変お待たせしました。これより田中町臨時大使納涼祭を始めます。改めまして皆様こんにちは。こんにちは。お忙しい中を納涼祭にご参加いただき誠にありがとうございます。本日の司会進行は私小川が務めます。よろしくお願いいたします。毎年納涼祭ではいろいろなジャンルの方々の出演をいただきお楽しみいただいておりますが、今年はジャズ、ラテン、ポピュラーソングなどの演奏をお楽しみいただきます。ご期待ください。それでは初めに田口会長の挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。こんにちは。お忙しい中ね、大勢の参加いただきましてありがとうございます。ちょっと私もね、農業祭をどういうことかと思って考えたんですけども、安藤さんにちょっと一応電話しました。今回はっきりして、安藤さんの方に電話しまして、安藤さんの方が、今日ですね、今日はあのリーマンですよね、確かリーマンであの演奏はあったそうなんです。そういうもんで、調整をいただきまして、うちの自治会の方を優先してくれました。そうです。ね、お願いします。あの、よろしくお願いします。ということで、この番組はですね、ちょっとあの皆さんに、今ちょっとな、安藤さんが、昨日出てる鈴木畳屋さんってご存知ですか？わかりません？あの、あそこに、若いさんの前にいるからですよ。あの人は鈴木畳屋さんです。そういうもんで、安藤さんのね、そこのグループは、ちょっと鈴木さんと話したら、なんか顔ぶれで練習してるの見たって言って、聞いたんで、川越、あと今、東京の方から、わざわざね、東京の方からこのうちの理事会に、演奏してくださいました。ということでね、皆さんどうかね、拍手をお願いします。すいません。ということで、田中町理事会の皆さんに、今日はよろしくお願いします。どうもありがとうございました。あ、ちょっとすいません、今衆議院議員、村井先生ですか。村井、はい、先生の方がお見えになりましたので、はい、ちょっと仕事お願いします。いえいえ、すいません、今日は、皆さんこんにちは。皆さんはい、すいません、はい、地元の衆議院議員の村井秀樹です。今日は、素晴らしいリーバットの皆さん、実は別の場所でちょっとね、前から存じ上げてたんですけれども、来ていただいて、こちらの方で、披露していただけるということで、誠におめでとうございます。田口会長をはじめですね、皆さんから大変お世話になっております。2期5年目を迎えております。今日は一緒にリーバットを聴いてですね、夏の暑さを一緒に吹き飛ばしましょう。おめでとうございます。すいません。それでは改めまして、本日お忙しい中をお越しいただきました来賓の方をご紹介させていただきます。司会議員の江原様、はい、いつもお世話になります。どうぞ本日もどうぞ楽しくやってまいりますのでよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。今回どうもお世話になります。よろしくどうぞ。東宮町理事会長の石黒様。東宮町理事会長の石黒です。今日は大変おめでとうございます。私もここでゆっくり那須の音楽を聞かせてもらいます。今日はお茶を飲んでないですか。石黒大臣じゃ東宮町で呼んでください。歌わせてくれたら考えます。声量が高くてもう2回言ってます。よろしく。ありがとうございます。その他、外賓の方お招きしておりますが、まだお見えにならず
出てない方もいると思います。会場にここにおいでなり次第ご紹介させていただきます。また本日お祝いの品もいただいておりますので報告させていただきます。薬師記念の斎藤様、ベルク宮城店店長様、ランドホーム様、ハクツルホーム清水様、前会長の鈴木会長の奥様からもお礼の品いただいております。ありがとうございます。それではこれより第1部始めたいと思いますが、最初にスコッチ&ファイブのプロフィールを簡単に紹介させていただきます。昔とった記念家の言葉通り、古き良き時代の音楽を楽しみ、メンバー7名の親子と美女2人のバンドです。今日は皆様が知っているような音楽をお楽しみいただけるものと思っております。ジャズ、ラテン、ポピュラー、歌謡曲、夏メロ、映画音楽など途中休憩を挟んで約1時間半お楽しみいただきます。昨年は上福岡七夕の国や特養施設などステージ出演しております。それでは早速素敵な音楽を聴いていただきます。スコーチ&ファイブの皆様、よろしくお願いいたします。西武安藤さんにバトンタッチお願いいたします。お願いします。荒川です。こんにちは。2年ぶりにふるさとに帰ってきました。いいですね、ここは美女ばっかりで。皆様におかれましては、美しい方はより美しく、そうでない方はそれなりにお過ごしだったと思っております。ご紹介をいただきました、自称イケメン親父バンド、スコッチ&ファイブでございます。今日は納涼祭ということで、特に女性は成人式終わったばかりの方がお集まりのようでございまして、約5万人の誕生日を見た後ろは聞こえますか。はい、はい、聞こえます。空いてる席以外は満員でございます。よろしくお願いいたします。今日初めてこう聞くという方は挙手一人、先生と二人、二人、はい、じゃあ初めての方を中心にパワーを持っていきたいと思います。第1部では皆さんが知っているような世界の名曲などを聴いていただいて、ちょっと休憩をいただきまして、第2部では日本の夏メロ歌謡曲、これをお楽しみをいただいてもいただきたいと思っています。まあ、実は2年前ここに参りましたのも、前鈴木会長さんから声をかけていただきました。今年5月田口会長さんからお電話をいただきまして、あれ鈴木会長さん、理事会長が変わったのかなと思ったら、実は今年1月亡くなったって聞いたら、私チェックして声が、次の声が出なくなりました。あまりにも伝統されたんだと。実はですね、2年前ここでやらせていただきましたんですが、鈴木会長さんが生バンドで俺歌っていいかなとっていうような曲がありまして、私どもバンドも練習をしてまいりました。ところが、10日前ぐらいでしょうかね、私のところに電話をいただきまして、ちょっとあんまり調子良くないから、今回歌うのはバスだなっていうような電話をいただきました。まあ、いわゆる幻の曲となっております。だから私どものバンドも練習をしただけで、1回も一切練習、演奏はしておりません。
今日は明治大学の時代によく歌っていた、今回歌う予定だったという曲、これを天国にいる鈴木さんに歌っていただきたいと思っております。きっとですね、今頃マイクを持ってね、照れながらね、スタンバイをしていると思います。それでは哀悼の意を込めて演奏させていただきます。1951年の曲でナチキンコールを歌いました。トゥーヤン、聴いてください。
一方のカラオケのご使用させていただきましたんですけど、英語の歌をですね、甘い声で、楽しそうに歌っている姿を思い出しました。鈴木さんのご冥福を心よりお祈りいたします。トゥーヤングを聞きました。鈴木さんももう望んでいると思いますので、これから楽しく賑やかに。それでは2曲目、ラテムスターランドから、プレス、プロのラテガンが演奏して、ヒットしました。ケーセラ、これを聞きたいです。ケーセラという意味なんですが、誰かしらというような曲で、私もしばらくすると、俺は誰なんだろう、私はどこ、私は誰、ここはどこになってしまうのかなと思いますが、それでは聞いてください。ケーセラ。
3曲終わったところでちょっとメンバーのご紹介をさせていただきます。まずこっちの方で、ベースギターバンドマスターの渡辺と申します。ビートルズのポール・マッカートニーが来ましたけど、これポール・マッカートニーと同じメーカーのベースギター値段は分かりません。で来月は初孫が生まれる予定でございます。バンマスの渡辺でございます。元プロの演奏家フルート担当山本でございます。楽器はこのサックス、ベース、それからキーボード、あと尺八はできないですよ練習中練習中昔あの音楽事務所まで持ってたぐらいのプロでございます。今日はフルートです。キーボードを担当の引き田と私と一緒にボランティアやっておりまして、また8月もある施設に行って慰問をしてまいります。大学でも哲学を専攻しているというちょっと変わり者でございますね。ドラム担当の須藤でございます。今日はあのベースドラムという楽器でやっておりますけども、実はこの前ですね、新車、車買えるほどのドラムを買っちゃいましたね。えらい、だから100万単位でしょうね。すごいドラムを買っちゃいました。まだ現役で働いてるからできるんでね、今のうちにどんどん買っちゃった方がいいですね。それからサイドギター担当の梶川でいます。彼はね、仕事上海外出張が多くて、インド50度の時のインドだとか中国だとか、この前イタリアのミラノでしたっけ。ミラノでね、何したかって言ったら仕事じゃないんですよ、ナンパしてたんだよ。がウクレレ担当の川崎と申します。ウクレレと、うちの方のワンドってのはジャズが多いんですけど、このコード、和音がですね、非常に難しいんですけどね、一生懸命覚えて100種類ぐらいのなんかコードを覚えて、ウクレレでジャズを作りました。で第2部ではですね、かの有名なコンドルが飛んでいく、これをですね、この綺麗なウクレレ、トレモロ期待してます。それから女性ボーカルの陽子でございます。英語、スペイン語はとっても上手で、本当は秋田弁が得意らしいんですけど、ね、秋田生まれの用語でございます。そして最後は私、デーブ・アンドでございます。あと私の特徴と言いますと、まず話が下手であるそして人前出ますと、もう震えるぐらいもう上がっちゃって小心者でございます。そしてこの青白い顔、そしてこの野生細った体、虚弱体質でございます。よろしくお願いいたします。今日は8人おりますけど、あと2人おりまして、1人はリードギターの前島というのがおります。ちょっとオリンピックの工事の関係でもう全然、行って都合つかないという、申し訳ございません。あともう一人、女性のボーカル、美穂というのがおります。これも仕事で、新潟の方に行っております。以上10人がイケメンスコッチ&ファグでございます。よろしくお願いします。それでは4曲目でございます。1959年ブラジルの映画音楽ヒレ物語を描きました黒いオーフェの主題曲を聴いてください。
プロですからね。あ、エレキオドもやってる、やってたんですよね。NHK で。5曲目ですか、今度は。やっぱりラテンの曲で、ベサメグーチョ、これを聴いた。この曲というのは、メキシコの18歳の女の子が恋人に対して、私にキスして、たくさんして、キスして、今夜が最後かもしれないから、というような思いで作曲した。実に羨ましい話です。一度でも言って、言われてみたいな。そんな悔しい思いでございます。それでは聴いてください。ベサメグーチョ。
かんちゃって震えちゃって、ま、練習不足ということですね。7曲目でございますけれども、あと2ヶ月ぐらい経ちますと、食欲の秋、芸術の秋、読書の秋、そしてお酒が美味しい季節になっております。ここで皆さんにクイズです。このメンバーの中で酒を飲まないのがいるんです。それも4人いるんです。はい、お酒飲まなそうな人、あ、キーボードの人どうですか。飲みそう。すると飲まない。ドラム飲む。ギターベース、飲まない。私飲まない。全員外れ。正解申し上げますけど、ね、飲まないんですか。大ぐらい飲みません。飲みません。上髪です。上髪。私も飲まないんです。飲めそうな顔して飲めないんです、はい、で女性もあの2人おりますけどもね、まあ、人並み程度にあのおられるということで、この前ビール1ダンスぐらい飲みましたよね。はい、それではあの下校の私の歌で、彼がこれを聴いてください。一番は英語、今もフランス語でやって聴いてください。彼が
の川ベースで一般電話の娘という曲をお聴きいただきます。ちょうど去年、リオのオリンピック開会式でこの曲はお流れになったと思います。ちょうど今 NHK で、朝ドラひよこってやってますよね。きっとみんなが見てるんじゃないですか。あれは舞台はあの茨城県北茨城の方が設定されて放映されていますけども、このイパレマの娘というので、茨城弁で言うとインバラマの娘って言ったというふうになるそうでもね、ちょっと受けなかったね。まあ、イパレマの娘を茨城弁で言うとインバラマの娘だとというようなことをちょっと言ったんで、はい、もう一回それでは聞いてください。イパレマの娘。Thank you.
休憩をさせていただいて、5分くらい休憩しましょう。はい、じゃあ5分後にまた、というのはですね、3時半からどこどこでパーティーがあるということで、自治会長さんで薪を入れて、来ますので、ちょっと5分くらいバンドで休憩させていただきます。皆さんもちょっと休憩をしてください。